さあ皆さん、始まりました。8月30日、今が15時54分、いつも通りマーケットの分析やるんだけども、今日日経平均100円ぐらい上がってるんですよね。日中もっと上がったんだけど、ガリガリ値を崩されてきてるという中で重要なラインにタッチしてるから、まあそこあたりがね、やっぱ警戒されてるのかなというところではある。で、米国株に関しては上昇のサインが点灯しているので、昨晩も強かったんですよ。例のあのサインですね。まあ、点灯したことによって、一旦の、まあ、短期的な目線でね、上がってきやすくなってきているという状況の中で、為替昨晩ドル円、今146円なんだけど、瞬間147円まで突っ込んで、まだ乱高下してるんですよね。円高になるような兆しがまだ出てないという中で、個別銘柄は上がってきている。来月配当取りありますので、そこあたりもひっくるめてマーケットの状況の分析やっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、ちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナス狙ってね、毎年社長賞を取ったりとか、実務経験はしっかりと積んできているので、そこあたりを踏まえた上でこれからの話よかったら参考にしてください。皆さんよかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いしますというくだりの中で、さあやっていこうか。日経平均。まずは分析ですね。で、さっき言ったラインっていうのがね、25日移動平均線なんだよね。ここはやっぱし意識されてるとは思う。あと一目の上限、この緑のラインタッチしたから、まあ一旦利益確定売りをされた。もう月末近いですからね。で、一応ね、日足終値ベースで25日ライン、この黄色のライン抜けてるんですよ。で、5日移動平均線とのゴールデンクロス形成を見える反面、黄色のライン25日移動平均線と、水色のライン75日移動平均線とのデッドクロス形成もちょっと見えてるのがね、どっちにリアクション入ってくるかっていうのをちょっと見ないといけないですよね、明日ね。で、パラボリックは上昇トレンド形成。はい。ストキャスティックスはまだ上がりきっていないし、RSI の上値抵抗ライン。これ前から最近ずっと言ってるやつですよね。ここのラインにタッチしたんですよ。ということは明日重要局面だよねっていうところだと思います。日足の上値抵抗ラインももちろんあるんだけども、それよりもより抵抗ラインが見えるのが RSI なんですよ。これ特性なので覚えておいてほしいんだけど、ここのラインを抜けてくると一本レンジが抜けるので上の方に上がりやすくなるんですよね。そうなってくると、まあ、直近のね高値ラインを少し目指すような、まあ、3万3000目指すような形になる可能性もあるよね。で、日経平均の理論値、はい、PR15.5 倍の理論値が昨日時点で 32,993 円、15倍が 31,929 円で、まあ、14.5 倍が 38,65 円なんだけど、ここのレンジ内での動きを日経平均最近ずっと形成してるんですよ。で、ちなみに、ここの高値からここの安値のレンジ内はだいたい PR15 から 15.5 です。はい。PR15.5 倍の理論値が、まあ、これ計算式あるんだけど、ちょっと直近下がってしまったので、ここに位置してるんですけどね。3万3000ぐらいなんですけどね。今ラインが。目先ここまで上がって売り圧力が出てくるかどうか注目。かつ明日は重要な経済指標も出てきますよね。経済指標っていうかデータ、投資主体別売買動向、直近海外投資家7400億円相当現金で売ってるので、その後の金曜日の動きはどうなるか、まあ、断続的に売ってくるってなってくると、ちょっとね、あの目先下げ圧力がねまた出てくる可能性ありますよね。じゃあそこあたりもひっくるめてちょっとね、あのデータを見ていきたいと思うんですよ。まずは日経平均の理論値、さっき言った通り日経平均の理論値ってどんどん最近下がってるんですよね。なぜなのか、8月29日時点での日経平均の1株当たり利益は2128円なんだけど、これ最近ずーっと下がってるんですよ。ずーっと高いところでだいたい2200円ぐらいだったんだけど、その関係でこれかけることの、要はその 2128.60 円という日経平均の EPS 一株当たり利益かけることの PR、 はい、15倍であったり 15.5 倍をしてもらうと、その時の理論値が出てきます。日経平均のでかけてもらうと 31,929 円、15ね。で、 15.5 倍をかけてもらうと 32,993 円。さっき日経平均のチャートで見せた、要はラインですね。そこの数値が出てくるんですよね。で、これね、下の方、遡ってってもらうと、ずーっと下がってもらうと、ここ 32,316 円だったりとか、32,400 円だったりするわけですよ。ここは 32,700 円近辺ね。はい、ここあたりよ。一株の当たり利益かけることの PR で求められるので、マーケット全体はその、銘柄全体の利益が下がれば下がるほど、この理論値が下落してしまうんですよね。はい。なので、現状は今このラインで意識されてるよっていうところをしっかりと把握しておいてほしい。で、ついでにですね、日経平均の日本株の過熱感も把握するんだけども、これ騰落レーションです。
日中値上がった銘柄数と値下がった銘柄数の比率から求められる指標が騰落レシオであって、120を超えると過熱気味、8を下回ると売られすぎっていうふうに判断するんですよ。で、これに関しては6日と10日が過熱気味なんですよね。で、15日ももし明日上がるようなことがあるならば、おそらく120を超えてくるので過熱感は伴ってきます。で、さらに25日一番これが重要なんだけど、これが120を超えてくると短期的に、いや、その売られてくる銘柄が結構出てくると思うので、そこはちょっと注意ね。少しね、これね、微妙なとこなんだけど、過熱感は少しずつ増してきてるような形かな、現状は。はい。現状はね。で、あとはその、日常合計の信用倍率、これね、昨日発表されたばかりのデータになるんですけど、ここに関しては依然として需給は悪いです。8月の25日の週の時点で、信用の売り算が8614億詰まってるんですよ。日常、マーケット全体でね、空売りが。で、それとは別に信用の買い算が、3兆6738億円今積まれてます。これは過去のデータを見てもかなり多いレベルなので、これ2022年とか出してるんですけどね、あんまり 3.7 兆近い信用改ざんっていうのは出てこないです、データとして。ということは信用の買いが結構入ってるってことなんですよ、今のマーケットは。なのでそこ注意。はい。ただし、あとはその信用評価損益率ね、これはマイナス2桁パーセントを下回ってるので、前週と比べると損益状況は若干改善されてるよねっていう形です。はい。ただ信用倍率は 4.26 倍ですごい高いので、この状態はこのデータですよね、日常合計の信用倍率が高い状態で年末を迎えちゃうと、その年の12月って弱含む、要はその税制上の売りが出やすいっていう傾向があるんですよね。で、前から言ってる通り、そのタイミングでおそらくまた投げ売られてくる銘柄があるので、それを狙いに行くっていうのがまた今年も通じるのかなっていうところだと思います。はい。そこしっかりと狙っていきましょう。今の状況、今の現段階においてはその可能性がある。で、投げ売られた銘柄はバリエーションを度外視して、要はその損失をあえて出して、その分儲かった分払った税金の還付を狙う、これが損益通算ですよね。それを狙った売りがね、バリエーションを度外視して出てきますから、そうなってくると、要は妥当な価格よりもさらに下がって銘柄がね、下落してくる可能性があるんですよね、バリエーションを度外視して。そこってやっぱし狙い目だと思うんですよ。うん。妥当な水準よりも下がってるんやったら、そこから元に戻してくる力もやっぱし入りやすいじゃないですか。これがやっぱし年初に入ったので、今年もね、昨年末から今年の初めにかけて。はい。そこ一つ押さえておいてほしいかな。あとさっき言ったその投資主体別売買動向ですね。これが明日出てくるので、海外勢がその週8月の25日の週だっけな。そこで売ってないかどうか注目。はい。8月の18日の週は7415億円売ってるので現金でね。で、買ってるのは個人ですから。あと投資信託と信託銀行と証券事故が、まあ、1700億円相当売ってるんだけど、はい。海外勢売り越したので、さらに売ってるってなってくると、マーケットリーダーは海外勢なんですよ。国内勢じゃないんですよね。どちらにしてもね。なので、やっぱしマーケットにとってはネガティブに働くかなっていう感じがします。そんな感じですね。じゃあ、ここあたりを踏まえた上で、あ、ちなみに明日の引けてから出てきますね。投資対別売買動向はね。じゃあ、そこあたりを踏まえて、今日日中値上がった銘柄、値下がった銘柄、日経平均への寄与度の高いところはどこだったのか。はい。日経平均上昇強度1位は東京エレクトロン、 0.97% 上がって日経平均を21円相当押し上げた京セラ、新越、ファラック、アドバンテスト、ネガサ主力株、ハイテク株が上がってますよね。その反面下がってるのがファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、第一三共、ダイキン、セブン&アイホールディングス、こんな感じかな。はい。まあ半導体株が昨晩米国株の方で上がってるので 2.59% ですね。で、かつ、やっぱ主軸のところ、もうこれね、皆さんご存知の通り、NVIDIA、4.16% 昨晩上がってるんですよ。終わり値ベースで高値更新ですね。ここあたりを交換した買いが今日、日本の半導体ハイテク株に入ってるわけじゃないですか。ただしっていうところはあるけどね。で、売買代金ランキングトップの方に来ているレーザーテックは 0.83%。 これね、三角持ち合いの最終到着点近いんですよね。うん。RSI の上値抵抗ライン抜けてくるかどうか見ててください。ここのラインですね。抜けてくるとレンジ抜けてから一本上の方に上がりやすいんだけど、直近信用改ざんまた増えてから倍率悪化してるので、需給が悪化してるんで、だからね、取り残されてますよね。利益率高いのに上がってない。
アドバンテストとか、あとディスコ。ディスコとかね、今日めちゃめちゃ上がってたんですけど、どこまで上がんのかなって感じで見てます。4.25%上昇ですね、ここ。もうここからね、買うっていうのはなかなかね、リスキーですけどね。どこで一旦調整入ってくるかわかんないから、ただね、これ下げてくるタイミングはなんとなくわかります。もうRSI の下値抵抗ライン割ったら、おそらくドボンっていう形になるんで、そこだけちゃんとケアしておけばいいと思う。これ昨日の夜のライブ配信も言ってるんですけど、ここの RSI の下値抵抗ラインを抜けてきたら、おそらくこのチャートパターンは終了するので、で、詳しい解説動画はこの動画を最後まで見てもらうと、サムネイルがバーンって4枚、この画面に出てくるんですね。そのうちの爆撃戦略4っていうタイトルのサムネイルの動画を見てもらったら、急騰後に起こりやすい急落パターンの解説動画をアップしているので、それ見ててもらったらディスコもわかると思う。だいたいこのパターンで動いている、上がっている銘柄に関しては、だいたい同じようなパターンで下がるからね。トレンドが終わってチャートぶっ壊してから。よろしくお願いします。で、あとその他のところで主力銘柄、どこあたりが動いたんだろうっていうところを見てみると、まあ、ニデックとかね、一旦200日ラインで自立反発ですね。100日と200日とゴールデンクロス形成、そのタイミングで2.0%上がった。で、ファラックであったりとか上がってるし、TDK も上がってるでしょ。東京エレクであったりとかね。ここあたりは上がってますよね。で、主力どころで言うならば、ソフトバンクグループ、これが0.47%下落で、来月ね、アームの上場は控えてるんでね。で、そこ次第だと思うんですよ。またそれ次第で材料されて動いてくると思うから、どちらにしても。で、ファーストリテイリングは0.63%下落という、そんな感じだよね。M3 とかもね、まだ比較的弱い動きしてるし、若干自立反発してるけど。一旦バンド終了後のボリバンの中央線25日までの軌道修正が入ったって感じかな。そんな感じですね。で、ちなみにその今ね、ドル円が146円の30銭台まで円安に向かっていて、昨晩瞬間147円超えたんですよね。これね、23時ぐらいですよね。夜のライブ配信の時にちょうどね、147円超えたんだけど、そこから上がって下がって行ってこいでバンバンって動いてます。かなり激しかった。で、昨晩ね、アメリカの金利が下がってる関係もあるんだけどね、もちろんね。だから一旦円安147円から145円に、台に一旦落ちて、今146円の30銭、また円安方向に向かってるよねっていう形です。まあ、そこあたりの解説をまたします。で、今のところね、まだね、なんともいないっすよね。これね、上髭伸ばしてきたんだけど、MACD デッドクロス組んできてるんだけど、明確にここが頭かどうかっていうのは、やっぱし言い切れない。言い切れない。ねえ、難しいよね。ここに関しては。まだ明確に出てないですもんね、なんもね。もっと行く可能性もあるし、まあ一応ね、円安に行ってくれれば、僕もドル資産を持ってるので、プラスになるからありがたいんだけども、行き過ぎた円安は輸入関連銘柄かな？輸出じゃなくてから。そっちにデメリットですからね。で、ドル建ての日経平均もね、合わせてみてほしいんですよ。これ日経平均割ることのドル円です。為替の変動リスクを考慮した日経平均がこれ。海外投資家が見てる日経平均はこれなんですよ。で、前から言ってる通り、ここの下値のラインですよね。そこを割った週に7400億円、8月の18日の週までに売ってるんですよ、海外勢が。このチャートを見てですね、僕たちが見てる通常の日経平均なんてそんな下がってないじゃないですか。ただ海外勢から見ると結構アップダウンしてるんですよね。しかも下落方向にバンドオークで落ちてナイフ、それ見て順張りだから海外勢は素直に売ってきてる。まあ利益確定売りを入れたっていう形なのかな。で、そこから今上がってるんですよ。で、ここの上げが、に海外勢が入ってるかどうかなんですよね。問題がね。で、上昇の要因が、例えば、証券事故であったりとか、個人投資家、主に信用の買いによるところが大きいということならば、この上昇が、ちょっとね、あれだよねって感じだよね。あれっていうのが、信用、証券事故っていうのは、さっき投資対別の売買動画を見せたと思うんですけど、空売りの買い戻しを誘発させるような手口を結構入れてくるんですよ。空売りの買い戻しを誘発するような、それ手口過去の動画データ見ても出てるんだけど、で、最近まだまだ空売り残減ったと言っても8600億円ぐらい積み上がってるので、やっぱし多い水準ではあるんですよね。で、それがまたね、やっぱその
今日経平均上がってきて、まあ、ただいい局面もあるよ、もちろん。はい。もし、今の考え方で言うと、空売りの買い戻しでおそらく入ってますよ。結構入ってたから、最近もね。上がった時に。はい。で、これが、例えばその直近の高値ライン抜けてくるなら、また空売りの買い戻し、踏み上げが起こる可能性があるから、そうなってくると、日経平均がね、また予想もしない高値を取ってくる。そのケースも考えられる。で、明日のデータで海外勢がまたバンって買ってきてるとか、そういうデータが入ってきたらね。うん。そうなってくると、また空売り勢まる、焼かれるのかっていう状況になるからあれなんだけど、どうなるかだよね。まあ一応こんなチャート出してるけど、一旦下がって、PR14.5 倍の理論値ぐらいまで下がって、上がって、要はその、来月末ですよね。高配当利回り、配当銘柄が物色されるような、要はその手が入りやすいじゃないですか、来月。もうあとね、あさってでなりますけど、9月相場に。配当月なんで、高配当銘柄中心に、底堅い動きをしてくるならば、こういった形でね、来月末に向かって一旦日経平均上がりますと。で、その後に、配当落ち後に売られて、また上がって、で、最終年末安みたいなね。そういった軌道を一旦想定はしてるんですよ。想定はしてるんですよ。高値から半年後だから。やっぱ信用取引で買った人たちは半年後には必ず売らないといけないんで、なので、需給的な要因、税制上の売りが出やすいっていう月であるっていうところをひっくるめると、まあ、ピンチはチャンスになり得る相場が12月にまた来るんじゃないかなって思って、準備してますけどね、もう、すでに。はい。まあ、その時の、それ以降の状況によってまたね、年末高になる可能性もあるから、その都度皆さんに状況のアップデートはしていくんだけども、まあ、とりあえずそんな感じですね。で、トピックス。はい。0.4% 上昇です、今日。日経平均よりも強かった。5日と25日のゴールデンクロス形成を伴って直近高値を目指すような形でダブルボトムを形成してきているということは、ここの高値ライン抜けてくると、ダブルボトムのネックライン抜けるっていう形になるので、強い波動が発生してくる可能性がある。で、NT 倍率。それと合わせてね、日経平均とトピックスどっちが優勢なの？これ、分子が日経平均、分母がトピックスなんですよ。上がると日経平均優位で、下落するとトピックス優位なんだけど、これ下がってるので、今トピックスへの強度の高い時価総額の大きいバリュー株の方が、方法的なところで言うと優勢ですよね。まあ、配当月だからね、来月かね。はい。で、あとはその、日本株と米国株の優位性というところもちょっとチェックしたいんだけど、ここがね、まだ方向感出てない。これ何なのかっていうと、日経平均割ることの S&P500 なんですよ。分子が日経、日本株。分母が S&P500、米国株。上がると日本株優位で、下落すると米国株優位。のチャートなんですよね。で、これがまだ、ここのね、100日移動平均線上で、うろちょろしてて、日本株、米国株、どっちの方が優勢なのかっていうのが依然として出てない状況なんですよね。これね、どっちかに傾いたら面白いと思うんだけど。MACD デッドクロス組んでくるんやったら若干米国株、日本株から米国株にちょっとシフトチェンジしてくる可能性もあるし、で、パラボリックは今下落トレンド形成ね。今日だけの動きで言うと、若干日本株なんだけど、ストキャ落ちきってないもんね。RSI の直近のここのライン割ってきてるんで、ちょっと米国株に傾きやすくはなってるんですよ。うん、ちなみにマザーズは今日 0.43% 下落ですね。まあ、昨日休診したんでその反動で売られたという感じかな。で、ね、じゃあ米国株は昨晩どうだったのっていうところなんだけど、292ドル高してるんですよね。292ドル高。で、バンドーク、日柄調整が入って、パラボリック、マック D が上昇トレンドを形成するような動きをすると、一旦ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインであったり、25日移動平均線、この軌道修、までの軌道修正が起こりやすいよっていうパターンで、とりあえず今のところ上げてます。で、S&P500 も、そんな感じ同じ。バンドーク、日柄調整が入って、パラボリック、マック D が上昇トレンドを形成すると、一旦ボリバの中央線25日までの軌道修正が入りやすいよねっていうパターンで上げてきている。で、これね、前動画で皆さんに解説してたんですけど、ビックスとマック D、デッドクロス形成が25日入ってるんですよね。はい、上昇のサインです。上昇のサイン、米国株ね。ビックス指数っていうのは市場の不安心理を表す恐怖指数って言われていて、機関投資家がオプションでヘッジですね。今後株が下げてくるだろう。だから、ヘッジをかけよう。で、かければかけるほど、このビックス指数は急騰する。イコール株安になりやすい。
逆もしかり、VIX が低下すると株は上がりやすいっていう性質があるんだけど、これただ単に上げ下げを見るんじゃなくて、重要なのが MACD のゴールデンクロス、デッドクロスを組むタイミングなんですよ。で、このデッドクロスを組んだ日が、ここなんですよね。8月24、翌日かな？はい、25。終値ベースで明確に組みました。で、その時に、ニューヨークダウはどうだったのっていうと、8月の25日をボトムとして、だいたいね、そこから切り返す流れになっている。いつも通りの、目先のその、オプションの解消、返事の解消に伴う、要は上昇ですよね。はい。安心感から上がってるパターンが出てる。S&P500 もそうね、8月の25日ね。はい。もうここあたりからググって一旦上がってきてるわけじゃないですか。その前日は下がったんだけど、そこから切り返してるでしょ。VIX の MACD、デッドクロスを形成したら、その後米国株って一段高しやすいんですよ。この傾向は必ず覚えておくべきだと思う。ただしっていうのがあるんだけどね。で、さらにその重要となってくるのが来月ですね。日本とアメリカメジャー SQ 週なんですよ。要は先物の期日の入れ替え日があって、乱高下しやすい。特にやっぱその先物の期日の入れ替えが、多くある月をメジャー SQ、 その他の月をマイナー SQ って言うんだけど、来月メジャー SQ 週なんですよね。結構大量にあるんですよ、期日の入れ替えが。ということは、先物中心に乱高下しやすいっていうところがある。で、さっき言った VIX の MACD のこれ、逆に今デッドクロス組んでるんだけど、ゴールデンクロスを形成したまんま SQ 週に突っ込むと、その週結構乱高下するよねっていうのがパターンとしてあるんですよ。で、この解説動画は爆撃戦略3だったっけな、3の動画を見てもらったら詳しい解説が載ってるから、それ見ておいてほしいんだけど、コロナショックの時もそうでしたからね。その他の、要はその、それ以降の米国株の急落、急騰局面も、大体この VIX の MACD、ゴールデンクロス、デッドクロス形成が起点となって起こってるんで、そこはしっかりと傾向として把握しておいてほしい。まあ、ビッグトレードですよね。はい。ここに関してはね。で、次。あとはナスダック。はい。ここ 1.74% 上昇で、ストキャスティックスはまだ加熱気味のラインまで上がってないよね。ということはまだ上昇の余力がある。で、ソックス指数はどうなの？アメリカの半導体株指数も 2.59% 上がって、MACD ゴールデンクロス形成。ストキャはまだ切り上がってる途中で、RSI の上値抵抗ラインがどこなのか。まあ、ここなんですけど、ここまで一旦上がってきている。で、ここを抜けたら面白いという状況のところまで一旦戻ってきている感じなんですよね。で、昨晩ね、ニューヨークダウももちろん上がってるんだけど、ナスダックであったりソックス指数の方がリアクション大きいじゃないですか。で、これなぜなのかっていうところなんだけども、はい。まあ、関連記事があるので、それをね、ちょっとその、表示したいとは思うんですよね。はい。その関連記事が一応、ちなみにこれですね。はい。サイズをちょっと合わせるんですけど、こんな形で読み合わせたいと思います。米国株式市場は、休診して終了した7月の雇用動態調査で、求人係数の減少が確認されたことで、FRB が利上げを休止するとの観測が強まり、NVIDIA 大手グロース、NVIDIA や電気自動車大手テスラなどの大型グロース株に買いが入ったと。はい。買いが入ったんですね。で、さらに読み進めていくと、まあ、下の方にもね、他にも情報入ってるんだけど、ここですね、まずね。ジョルツかな？で、求人件数は3ヶ月連続で減少し、882万7千件となった労働需給の逼迫が和らいでいる兆候を示したと。さらに、下の方にね、カンファレンスボードが発表した8月のアメリカ消費者信頼感指数、これも 106.1 と、市場層の 116.0 を下回ったことも市場で材料視されたと。で、フェドウォッチによると、9月の FOMC で FRB が政策金利を据え置く確率は 87%。11月まで据え置く確率は 54% となった。つまり、要はその金利が下がってるんですよ。はい。労働需給の逼迫がね、和らいだってところであったりとか、消費者信頼感指数が予想下回ったってことで、アメリカの金利が一旦低下してるんですよね。で、それ見たいと思うんだけど、アメリカの金利、今2年債利回りが 4.921%、5年債、10年債、20年債利回りも低下。全体的に債券利回りが低下したので、グロース株に、やっぱし、それは有利ですよね。株の天敵は金利。特に、株の中でも金利が上がっちゃうと、グロース株によりダメージが当たると。
与えられるという中で金利が下がったので、金利が下がったんで、だからグロース株、ナスダックであったり、ソックスは上がってるよねっていう状況です。はい。状況です。で、そこから見るね、GB 倍率を見るんだけど、グロース株とバリュー株どっちが優勢なの？今のところグロース株ですね。はい。これ、上がるとグロース株優位で、下落するとバリュー株が優位っていうふうに見る GB 倍率っていうチャートなんだけど、これね、下がったところから上がってるんで、バリュー株よりもグロース株の方が今、目先優勢です。はい。で、業種別の、セクター別の動きを見てみるとどうなのか、全セクター上がってるんだけど、一番上がってるのがここ。コミュニケーションサービスセクター 2.47% 急伸。で、あとはその、一般消費財であったりとか、インフォメーションテクノロジーセクターも上がっている、マテリアルセクターも急伸ですよね。で、不動産セクターも上がって、金融セクター、ヘルスケア、一旦ボトムアップが入ってるんですよ。まあ、ユーティリティ、公共株はね、ちょっと軟調だけどね。で、その関係で、やっぱり個別銘柄もさっきみたいに、主軸ところが強かったと。で、テスラも 7.6% 急騰してるんですよね。急騰してるんですよね。で、アメリカの規制当局が同社のオートパイロットに関し、ドライバー監視システムの変更について質問を送ったことが明らかになったが、まあ、買いが先行したっていうニュースとかも飛んできてたりとかするんだけど、で、さっき言った通り、その、テスラは一旦休診ですね。はい。で、NVIDIA も 4.16% さっき言った通り上がってます。アドバンストマイクロンデバイスも上がってる 3%。ARM の上場でね、他の半導体がね、9月相場も強含んでくるかどうかっすよね。換気よりは出やすいからね。多分目先少し出てたと思うんで、高かったから、9月 NVIDIA 上場、ARM が上場するんだったら、それ買うために同業他社一旦売っとこうっていう動きも多分出てたとは思うんですよ。今年最大級の IPO ですからね。どちらにしても9月は、そういったことも考えられるんで、ちょっと半導体株の足かせになるかもしれないね。ARM の上場がね。うん。で、あとその、上がってるところで言うならば、アルファベット。はい。ここも今日 2.81% 昨晩上がった感じかな。人工基地の AI 技術や提携に関する一連の発表を交換したというところで、まあ、関連ニュースが出てるんで、そこを受けて上がってる感じです。で、その他下がったところはここあたり、ロッキード・マーチン、オクタ、ファイザー、シェブロン、まあ、コカ・コーラに、マクドナルド。まあ、ここあたりが下がってんだけど、その他の銘柄登録してる分は全部上がってるような形かな。で、ガーファム、アマゾンも 1.3% 上がってきてて、アップルも 2.18% 急伸、アルファベット、マイクロソフトですね。まあ、ここあたりも全然 OK。で、メタ、2.66% 上昇かな。まあ、アマゾンだけがちょっとね、まだ気持ち悪いチャートの形してるんで、上がってくるかどうかっていうのはあれなんだけど、その他のガーファムは結構強いですよね。ここも持ち直してきてるっていうところで、米国株は強い。特にグロース株がねっていう状況ですよね。で、その影響が、まあ日本株にも来たんだけども、今日日経平均重かったね。上がったんだけどね。いや、香港反省昨晩見てたんで、あれだったんだけど、寄付後上がったんですけど、今ね、0.17% 下がってるんですよ。はい。寄り付き後、これね、今日は上がったんですね。バーンっていった。で、それに合わせて、やっぱしもう、日経平均とかも上がってったんですよ。はい。上がってったんですよ、一旦。で、そこからね、最終売られちゃったよね、15時にかけてね。うん。で、今、マイナスに沈んでます。で、上海総合指数は、コア場にプラス。で、深圳総合指数、中国版のナスダックも若干プラスで、今のところ水中。で、欧州市場、ユーロストック50は、まあ、上昇してる中で、今は若干下落。で、ドイツダックスも 0.3%、0.03% 下げて小幅に下落って感じかな。で、ビットコインに関しては SEC のやつで勝訴っていうところで、ETF の、ところがですね、はい。規制当局と戦ってたんですけど、ETF、ね、蘇生されるってなってくる、まあ、されるかもしれないっていう期待が出てきたから、それでバーンって上がってね、400万ぐらいまで上がってますよね。ドル建てだと 27,507 ドル、もう材料次第で動くからね、ここあたりはね、うん、あれですよね、本当にね。他のところコモディティ金属類。WTI 原油が今81ドルまで上がってるので、エネルギー関連が今晩また強く組んでくる可能性がありますよ。で、金先物も一旦反騰ですね。金に下がったんで、やっぱし。ここあたりも上がってる。で、ドル指数はただ、
上がってるところが若干下がってるだけで、金利の方によりなんか反応してそうな感じがするかな。これ見ると。なので現状のマーケットの動きを見たんですけど、一応、持ち越す分は持ち越してます。僕に関しては。上がってほしいなって思ってるので、これ夜のライブ配信でも最近言ってるんですけど、で、今日はね、収支で言うと株は若干プラスで、海外資産の方が増えてるので、そっちの方で、トータル収支はプラス状態かな。株はトントンだったんですよね。保有銘柄も上げてる銘柄だけじゃなくて、下げてる銘柄もあったから、もう全部が全部上げてるっていう、昨日の状態ではなかった。昨日みたいな。今日は、押すところは押したなっていう形で、ギリギリプラスって感じです。含み益の状況はね。はい。まあ、全体的に資産の方は増えてはいるんですけど、まだ大きく崩れるような動き方が入ってないので、どちらにしてもね、日経平均が、さっき言ったラインですよね。ボリバーの中央線25日ラインまで今上がって若干抜けました。ただ5日と25日のゴールデンクロス形成が入ってないんで、ここ組まれてきた後に来るかどうかなんですよ。ゴールデンクロス形成を。で、25日と75日のデッドクロス形成もここのライン同時に共存してるから、はい、ここですね。明日の動き次第どうしようかなって考えてますけど、でも基本的には長期で持っておきたいなっていう銘柄を中心に、持ち越してる銘柄揃えてるし、短期の分は短期の分でちゃんとやってるから、分けてやってるから、そこはね、しっかりとマージン、安全マージンは引いてる。で、上がったとしたら、さっき言った通り PR15.5 倍のライン、3万3000ぐらいかな。そこにタッチした時にちょっとまた売り圧力が入ってくるかもしれないっていうところを警戒して見ておくべきなのかなと思う。で、冷やし止まり抵抗ラインもやっぱしあるからね。このラインもね。で、高配当銘柄、配当月が来月来るんですけど、配当落ち1週間前ぐらいからちょっと押してくる銘柄もちらほら出てくるかもしれない。これ警戒。なんでかっていうと、高配当銘柄バーンって上がってるから全体的にね。うん。そこだけはちょっとその、覚えておいてほしい。あと S 九州ってところね。とにもかくにも今月相場はもうほぼ終わりなので、来月相場に向かっての仕込みですね。あとは、ポジションの管理。やっぱその、言うて PR15.5 近いですからね。日経平均。結構割高ではあるので、で、行くなら PR16 倍の水準ぐらいなんだけど、そこを意識。で、米国株に関しては VIX の MACD、デッドクロス形成しているので、今の段階ではその上がるパターン、上がる時のパターンが目先出てますよね。プッシュアップの段階がね。で、これが、MACD がまたゴールデンクロス組んで S 九州に突っ込んでくると、メジャー S 九州に、来月の。っていう形になるならば、またブレる可能性がある。そこだけケア。今のところ、ビックスとマックディ、デッドクロス組んだ、まあ、25日から株式マーケット上がっています。で、この状態が続いてると上がりやすいですよっていう相場環境ではあるのでよろしくお願いします。なので、また動きあったらすぐ YouTube、Twitter で情報配信していくので、最後よかったら僕のチャンネル登録と Twitter のフォローしておいてもらえたら嬉しいです。で、この動画の、を聞いてもらった後の皆さんの感想ですね。要は相場感をよかったらコメントにガンガン入れててもらえるとすごい嬉しいので、よろしくお願いします。で、今晩夜のライブ配信するかどうかっていうのがちょっとその、考えていて、まあ、この動画がどんだけ回ってるか次第ではあるんだけど、もしかすると限定ライブになるかもしれないです。で、夜、やるとしたら、21時30分ぐらいからなると思うんだけど、その間に無料のそのライブの公開設定がされてなかった場合は、おそらく限定ライブっていう形になると思うので、その場合、この動画の下の説明欄、概要欄の上の方に、上の方か、一番下の方に、限定ライブのリンクを貼っておきます。そこから限定ライブに参加できるような形で入り口を設けておくので、皆さんそれだけ把握よろしくお願いします。というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。あとメンバークーポンも明日までしか使えないので、3ヶ月 20% オフクーポンですね。チームショーに入りたい方いたら、よかったら使ってやってください。よろしくお願いします。撤収！